結構さ、カじくん鏡変えるよねでも最近そうでもないですよそうだね、最近はなんかこういう言い方するとあ落ち着いてるけど <laughs> 前だって色も変えてたりとかしてたでしょうんねっていうかね、あんま美容室に行けるタイミングがなくて <laughs> そうだねないですよね <laughs> そうだねだから行けた時になるべく短めにしなきゃって思うから <laughs> そう長さの違いは出るけどそう,そ,うそうなのよ、そこなのよねうんあの <laughs> だから俺も髪型変えたりとかってなんかもう大変だなと思うし色染めるのも随分昔にやったことあるけど似合わないもう一回染め直さなきゃいけないっていうその時間がめんどくせえと思ってプリンになりますからねそうそう、うん、だからもうそれもやめたし、うん、いやー難しいですよね難しい、うん、ちょっとシロさんも挑戦したらいいじゃないですか「コニー短めで」ってええええうん コニー短めでってうん、うん、あれ俺ね今<え>すげえ聞き間違えしてるのかな何ですか,ですかそれは、うん、もうハゲじゃん <laughs> ハゲじゃないですよえだってボウズだよコニーはいそのボウズのスキンヘッドじゃないです、うん、コニーを短めでです <laughs> あ,ありますよちゃんとん,なんだろうこの子 バカなのかないやいやいやちょっとねイメージチェンジしてみたらどうですかイメージチェンジイメージチェンジねああうん俺今長めて言われんのかなと思ったいやいや短め短めじゃ,あじゃあ分かりました短めからだったらコニーでって言ったらどうですかほら <はあ S 1> キャラクターへの愛を込めてうんだからなんかでかいことはなきゃやんねっつってんじゃん <高6 S 2> コニー絡みで <高6 S 2> コニー絡みでローソンコニー絡みで もっとでかいってあんだけか揚げ唐揚げ言ってて唐揚げに自分の演じてるキャラクターがコラボレーションしたっていうのにあれじゃ足りないっていうんですか足りないなうわもうコニー味が出るぐらいなんだコニー味ってマルコメ <laughs> ミス味 <laughs> <laughs> 食べてみる美味しそうだ